サボヤ王家の王宮軍は、イタリアの鳥の周辺の世界遺産登録物件名。リソルジメントの際に、主力となったサボイア家は、統一イタリアの首都をトリノに定め、その周辺に様々な建築を残した。多くの建物は、当時の最新技術を駆使したもので、現在でもその異様を誇る。トリノ市中心部のカステル広場に面する王宮とその、庭園をはじめ、 当時政治を行った建物や、王家の居所、修猟用の建物投資内外に点在する建造物を含む、鳥の市内中心部カステロ広場に面し、左右対称の優美な建築物、16世紀から17世紀に建てられた。1584年から1596年には、鳥の都市計画を行ったアスカニオビトッツィが設計、及び建築を開始し、 その後が1658年にカルロ・モレロの設計により完成した。さらにその後一部追加され、18世紀に現在の形に完成した。裏手に広がる庭園はアンドレル・ノートルが1697年に作ったものである。同じくカステーロ広場に面する。もともとローマ帝国時代の砦であった場所に14世紀に赤い明けにより建築が始まり、 諸行の記載の宮殿とされた。1584年に、アスカニオ・ビトッツィが、ファサードの設計をした。1718年に、フィリッポ・ユ・ワッターが主要部分の拡張工事を実施し、現在に至る。2006年のトリノオリンピックではこの建物が、国際オリンピック委員会のラウンジとして使用された。1679年、グアリーのグアリーニによって建築が開始され、 その後他の建築家に引き継がれた。レンガ作り建築としては大変ユニークで貴重。1831年までサボヤ家の宮殿として使用され、その後1848年にサルデーニャ王国議会の議事堂となった。現在は国立イタリア統一博物館となっている。1564年にエマヌエーレ・フィリベルトが余暇を過ごす建物として購入。ポーガワを望む。 宮殿自身は1641年にカルロディ、カステラ・モンテによって完成。現在では、鳥の工学院の建築学部に使用されている。スーザダニに向かう戦略的な場所、リーボリに位置する14世紀からのサボイアケの城。15世紀以降、居住用の宮殿に改築された。さらにその後、ミケランジェロ・ガローベが改築を開始し、フィリッポ・ユバルタがスペルガジーンとを視覚的に結ぶ。 形で設計した。現在、現代美術館が併設されている。モンカリエイリにある。元々の中世の古城を徐々に拡張する形で発展。アンドレア・コスタグータ及びアメデオ・ディ・カステラ・モンテの設計した塔も現存。カルロ・ディ・カステラ・モンテも参加し、その後徐々に拡張された。1729年に、ビットリオ・アメデオ2世が、フィリッポ・イワル・タに 資料用の宮殿の設計を依頼。その後、ベネデット・アルフィエリラが拡張。屋根の頂上に、フランチェスコ・ラダッテの鹿のモニュメントが設置されている。セイアンデレ十字の形に、建物が左右に伸びている。現在、美術品及び歴史的家具博物館が内部に併設されている。鳥の市街ニケリーノにある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。鳥の空港へは、パリ、フランクフルト、ローマ等から毎日フライトが就航している。ミラノからは鉄道、または高速道路で約2時間。ありがとうございます。